ヤマタヌキランカレックスアンガスティスクアマは、カヤツリグサカスゲ属の植物の一つ。タヌキランに似て、棒状の方をやや垂れ下がるようにつける。特に火山や温泉などに見られる、硫黄化合物を含む、火山性ガスの噴出口周辺にのみ出現し、大きな群落を作ることで注目される。王王に群生を作る、多年生の総本。根茎は斜めに伸び、まばらな集団を作る。葉は 幅が3から5ミリメートル、裏面は粉白色を帯びている。これは乳頭状突起が密生しているためである。家計は高さ20から50センチメートルになるが、これは果実の成熟頃に葉よりも高くなっての数字である。木部には養身のない鞘があり、褐色から赤褐色に色づく。下期は6から7月。家計は木部側では滑らかで、 先端近くでは多少ザラつきがある。ジョは、コボを4から6個つける、相乗ジョで、いただきコボが優勢で、オスコボは単独、側コボは姿勢である。コボの基部のつとは、鞘がなく、養心の部分は、上の方では、市場となっているが、株のものは洋上に発達し、最下のコボのそれは、ジョの長さと同じ程度の長さになる。また養心部の基部には、 褐色の端田が発達している。優勢の頂きこぼは円柱型で、長さ1から2.5センチメートル、長さ1から5センチメートルの柄がある。お花輪片は脳積褐色に色づき、先端は鈍く尖っている。なお、頂きこぼは優勢であるが、稀に目花が混じることがある。姿勢の側こぼは、楕円形、円柱型で、長さは1から3センチメートル。 幅は7から8ミリメートル、細長い柄があって垂れ下がる。またこの柄の基部にはそれを包む全容が見えており、淡かし色を呈する。これは他の種類にもほぼ必ずあるものであるが、短くて鞘に隠れるか、隠れなくても目立たないことが普通である。メバナリンペンは黒脂色で先端が尖り、それが包む、下方より短くて幅も狭い。加法は長さ4から5ミリメートル、 卵形で先端側は、くちばし状に突き出すものの、ごく短く、その先の後部は凹んだ形となっている。なお、円に沿って、小さな指紋が並んでいるがそれ以外は、無毛で、脈は、はっきりせず、まばらに赤紫色の反紋がある。痩せは緩やかに下方に包まれており、卵形で、長さ1.5ミ、mm、リメートル。中東は二つに裂け、また長く残っている。 日本の固有種であり、国内でも東北地方のみから知られている。菅の会によると、本種の標本記録は見事に、東北6県のみ、かつその範囲の全県にまたがっている。火山の水湿地とか、火山の水湿高原といった記述もあるが、実際にはもっと限定的である。火山や温泉で、往々に見られる噴気活動はごく弱い、火山活動であり、まとめて、噴気孔と呼ばれる。 これはそのガスの成分によって分類され、硫化水素や硫酸ガスを多く含む火山ガスを噴出するものを硫気孔と呼ぶ。このようなものの周囲には極めて得意な植生が成立することが知られ、それを硫気孔原植生と呼ぶ。本種はこのような植生の構成種であり、その中でも硫気孔に一番近い最前線に出現する植物として知られている。 また本種は、流気孔原のみに生育する種、との判断もある。そのような流気孔に一番近くの部分では、本種がほぼ純群落の形で見られる。本種は、蒸気のように特殊な生育環境を好むこと、同時に、そのような地には、通常の植物群落が成立しがたいことなどから、多くの関心が向けられてきた。本種の生育状況を具体的に見ると、 例えば、宮城県の荒尾岳の片山地獄では、以下のようであった。まず、噴気口の周辺には、植物群落が存在しない拉致の区域があり、その外側に、本種の群落が点在する区域がある。この区域に見られるのは、本種の他に苔類である、茶ミゴケジャンガーマニアサーマラム、及び地類である、ヨウゴケ、クラドニアゼフィラが見られ、 チャツボミゴケ単独の植生は水流のある地に発達し、本種の群落は単独の場合もあったが多くではこの苔が同時に生えている。他方、本種にイオウゴケを伴う群落もあり、それらでは、ウラジロヨウラクやサラサドウダンなどのツツジカの低木やススキを伴い、本種の生育はあまり良くなかった。さらにその外側には、本種とチャツボミゴケの群落。 本種とイオウゴケの群落が谷部分に、そしてそれ一階の部分では、ススキと低木からなる植生が広がり、そこに本種をまばらに生育していた。この地で本種の未生を探すと、茶ミゴケの集団の上に多く見られ、また本種の群落が多く見られる区域の拉致にも見つかったという。この地で pH を測定したところ、噴気口周辺では1.3。 その周囲のラ致チで2.3などであるが、外周のススキ群落では3.3以上の数字を示した。そんな中、本種の群落のある区域ではその値は2.6から3程度の範囲で強い酸性を示していた。また硫酸イオンの濃度もこれらの分布と直接に関係があり、地域内の谷部のラ致チではその濃度が高く、本種を含む群落の土壌では微量に検出できた。 それに対して外周部のススキ群落などではほとんど検出されなかった。このことから硫酸イオンは香水によって洗い流され谷部に蓄積したことが推定される。その上で本州はその濃度の低い場所に群落を形成し、洗い流されてほとんど残っていない場所にススキや低木が侵入することができるらしい。このようなことからこの地域での植生の変遷を考えると、 以下のようなことが考えられる。まず、ラチに最初に侵入できるのは、本種と茶壺ツボミゴケであり、茶壺ツボミゴケは、水流のある他二部に、本種の方はその近くの位置に群落を形成する。次に、ススキや低木は洪水によって、硫酸イオンが流されて、pH が低下した場所に侵入してくるが、水流がある地では洗い流されてきた硫酸イオンが、蓄積するために侵入することができず、 本種を中心とした群落が維持される。本種は根茎を出し、互いに多少の距離を置いた株の集団を形成し、あるいは一面に広がったカーペット状の大きな集団を形成して生育している。本種は春に新芽を出し、また家計を伸ばして開花結実するのであるが、その後に根茎を伸ばして葉をつけた株の数を増加させる。 種子より発芽したものではその初期に根茎を伸ばして、株数を増やせることが定着の可能性を高めている。また、根茎には短いものと長いものがあり、コロニー形成の初期には短い根茎を多数出し、集団がある程度大きくなると長い根茎を出すようになる。コロニーはすべて根茎でつながり合った単一の種子に由来する栄養生殖で増加した個体の集団となっている。 コロニーを形成している株では、短い根茎数本と長い根茎を1から2本出す、という型になっている。他方、カーペット状の集団ではここには、コロニー形成した単一の種子に由来する集団が互いに密接に集まった形となっており、それらの株では、根茎の出る数は少なく、また長さは長いものと短いものの中間程度となっていた。 これらのことから種子に由来するものは素早く栄養、生殖をして、コロニーを形成すること。それに対して、カーペット状の集団では、種子由来に新規追加は、ほとんどなく、個々のコロニーは、株の増加を抑制して、密度を一定に保つ傾向があり、おそらくは、多種の侵入を阻むことに意味があると思われる。本種はいただき小母優生でがは小母生、スに鞘がなく、過保に毛があり、 中東は二列といった特徴から勝山は、タヌキランフシセクト、パドジニとしている。このフシには国内に本種を含めて四種が知られるが、本種は、下方に柄がないこと、下方のくちばしがごく短いこと、及び下方の円沿いに毛があるものの、それ以外はほぼ無毛である点で、他の種と区別できる。もっとも、蒸気のような本種の生育環境の状況から足種と、 混同することはあまり考えがたい。本種に関する分子系統の研究から、本種がコタヌキランシード・ーニッツェブに最も近縁で、この2種で一つのクレードを構成することが明らかになった。しかしそれ以上に興味深いのは、本種の遺伝的多様性がこの姉妹種に比べてはるかに低かったことで、確認された16の配列において、本種の大部分の標本で完全な一致が示された。 つまりこの範囲では本種の遺伝的多様性はほぼないとの結果である。本種は蒸気のような特殊な土壌環境に適応して種分化した過程でその遺伝的多様性を大きく現じたものと考えられる。環境省のレッドデータブックには取り上げられていないが県別では秋田県で絶滅危惧通類、宮城県で純絶滅危惧,危惧に指定されている。以下、種として カツヤマ、P132 星のほか、P208 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 カツヤマ、P132 すげのかい、P253 から254星のほか、P208 カツヤマ、P132 以下、カヤマほか、P72 辻村、P213 辻村、P217 以下、カヤマほか、 P74 から78以下もかやまほか、P81 から83以下、かやまほか、P86 から87かやまほか、P89 から90以下、主として、辻村以下も勝山 P128 以下、長沢へ通る。日本のレッドデータ検索システム2021年6月22日、閲覧。ありがとうございます。